どうもこんにちは、今回はですねキャンプ場に来てます。キャンプ場に来てるんですが、このチャンネルをねご覧いただいている方はね何が違うか多分わかるんじゃないかなと思います。まずねこのテントの張り方はね今回ねポールをねちょっと忘れちゃったんですよね。なんでポールが足りないというような状態になっております。こっちがね1本ずつ足りません。1本ずつ短くしてちょっとね前かがみな感じで立ててます。なので横が結構ねなんて言うんだろう秘密基地感が出てるというか、結構狭い感じでねこじんまりした感じでできるなという感じがします。でそれとですねこの真ん中のポールはね立ててます。で真ん中に立ててるんですが、このポールはねポールに見えて実は、コットのポールです。なので先っぽがね尖ってなくてただ本当つっかえ棒みたいに引っ掛けてるだけなんですけど、まあ、これはこれでねいいなと思ってちょっと気に入っちゃいましたね。これは、今度から新しい建て方としてありなんじゃないかなと思ってます。まあ、高さとしてはどれぐらいかな、180ぐらいあるのが一番いいのかな。180センチぐらいのポールがあれば、まあ、こんな感じで、新しい建て方っていうのもねできるんじゃないかなと思います。で今日の、ね、動画の本題なんですが、キャンプ場でですね音楽を聴いたりとかあとスマホでなんか動画を見たりとかいろいろねすると思うんですよ。まあ、夜になるとですね映画を見たりとかあとドラマアニメ、そして YouTube だったりあとは音楽、見たり聞いたりという方結構いらっしゃると思うんですが、結構ね周りのね人がどう感じてるのかって気になったりしますよね。僕もね結構そういうの気にするタイプなんで、例えばスマホで見てるんだけど、音はでかすぎないかなとか周りの人とかどうなんだろうとかって結構ね気になったりするんですよ。でこれまたねよくあるのがまあ昼間だったら別にいいんですけど音楽かけてる人、例えばスピーカーとかで結構ね大きな音で音楽聴いてる方ってキャンプ場でね一度はね会ったことあるんじゃないかなと思います。まあ僕もですね9月ぐらいだったかな、9月か10月ぐらいに初めてキャンプをするっていう家族と、2家族連れて3家族でキャンプしたんですよ。でキャンプしたんだけどそこでね一人のお父さんがスピーカーを持ってきてて、まあなんか他に音楽聴いてる人がいなかったからスピーカーでね音楽聴いてる人とかいなかったから、まあ、出しづらかったんでしょうね。奥さんの方がそういえば今日スピーカー持ってきたよねみたいなことを言ってて、まあ、旦那さんの方がですね僕の方が経験があるってことでこれは音楽とかスピーカーで流していいもんなんでしょうかっていう話をされまして、でその時にですね僕が答えたのは、まあ、迷惑にならない範囲の大きさであれば、まあ、大丈夫じゃないですかと。だけど周りの人はあんまりいい顔しませんよっていう話をしたんですね。まあ、大体のねキャンプする人ってのはやっぱり静かに過ごしたいっていうのがあったりするんじゃないかなと思います。特に昔のキャンプとね今のキャンプってちょっとなんて言うんだろうちょっと違うじゃないですか。昔はこうウェイみたいなねウェイ系な感じだったと思うんですけど、今のキャンプっていうのはもっとなんかこう静かにゆっくり過ごすような感じの人が多いと思うので、まあ、そういう意味でもですねスピーカーで音を流すっていうのはどうなんだろうっていうのをね結構躊躇するという方が多いんじゃないかなと思います。僕もねスピーカー持ってるんですよ。持ってるけどやっぱりなんか缶ソロでない限りはやっぱちょっとなんか迷惑になるかなと思って使わないんですよねっていうのが、前置きです。前置きでじゃあどうすればいいかって話なんですけど、まあね、イヤホン使うって方もね結構いらっしゃるかなと思います。イヤホン使って音楽聴いたりとかってなるんだけど、そうすると今度はね周りの音が聞こえないんですよね。でせっかくこういうとこ来たんでキャンプ場来たりとかするといいところだとねそれこそ自然の音ですよね。川の音だったり海の音、葉っぱが揺れる音とか、まあ、虫の音だったり鳥の声だったりとかっていうのを結構ねそれも込みで楽しんでる方ってのは多いんじゃないかと思いますので、まあイヤホンで聞くっていうのはまあいいんだけど、まあ、ちょっとねもったいない感じがしますよね。でそこでこのメガネですっていうのが今回の本題です。こちらのメガネなんですがファウナというね Bluetooth メガネです。 Bluetooth
イヤホンメガネって言ったらいいのかな、まあ、見た目はね普通のメガネっぽいじゃないですか、まあ、普通のメガネですよね。なんですが、まあ、見てわかると思う、この辺が違います。これねメガネとケースなんですが、これがメガネケースです。実はこれね充電器になってるんですよね。充電器、タイプ C の USB を挿して、でここで充電するんですけども、これを開けます。するとなんか英語が流れまして、これでね起動状態になります。でこのメガネをかけて、多分普通ですよね、全然普通だと思うんだけど、ここで音楽ちょっと流してみますね。ちょっと無料 BGM をね用意しましたんで、それをちょっと流してみます。流れ始めましたが、聞こえてますでしょうか。多分聞こえないよねこれ。僕にはね聞こえてるんですよ普通に。こんな感じで聞こえてます。これねこのメガネはまあ、ボリュームね変えることができるんですよ。ちょっと最大にしましょうか。さすがにね最大にすると音漏れはすると思うんですけども、なんて言うんだろうな、イヤホン聞いてる人の近くで音漏れしてますよっていうぐらいの音漏れの仕方あるじゃないですか。あんな感じの音漏れなんですけど、まあ、それもね音をよっぽどでかくしてて近くに行かないと聞こえないので、例えばねキャンプ場とかある程度距離が人と離れてる状態であればまあ聞こえないと思います。で特に川の音とか海の音とかあったりとかすると、まあ、余計に聞こえないだろうなっていうぐらいの、音漏れな感じなんですよね。でこれですね、ボリュームの変更もここでできます。後ろに下げると、下げるというか後ろにスライドすると音が大きくなる。で前にスライドすると音がちっちゃくなると。今ねこの状態でスマホの音量の 30% ぐらい、 30% ぐらいの音量で今聞いてます。これが今このマイクね、これピンマイクなんですけど、これで拾うかどうかですよね。わかるかな。この状態だと本当ね外の音とか丸聞こえです。完璧に聞こえる。この辺は好き好きだと思うんですけど、これぐらいになるとなんかあれですね、人と会話してるときにこの音楽流してるとちょっとうるさいかなって感じ。それが 50% ぐらいですかね。もう音量としては 20-30% ぐらいあれば、十分音楽も楽しめる、そして周りの音もはっきりクリアに聞こえてっていう感じでしょうか。今ね結構大きめに音楽を流してます。声が小さいのでこの声をね拾えてるかどうかもちょっと心配なんですけど、今喋ってても喋ってる声が半分、聞こえてる音が半分ぐらいの感じですね。でお隣でね話してる声も聞こえると思います。この状態で結構ね僕自身はがっつり音楽聞こえてる状態なんですが、どうです、多分聞こえないと思うんですよマイクでは。僕の声も聞こえてるかどうか分かんないけど、それぐらい、僕は普通に喋ってます。普通に、そんな声張る感じじゃないですね。
いつもあのいつもというかさっきこのピンマイクで喋ってたぐらいの音量で喋ってるんですが、それと同じぐらいの大きさ、自分の声と同じぐらいの大きさで今この音楽が流れてます。でもきっとこっちの音は聞こえないですよね。僕自身 の、 あの今聞こえてる感覚としては、自分の声とこの今流れてる音楽、これが同じぐらいで聞こえてます。でこの状態で、カメラの位置を近づけてですね、1メートルぐらいにしました。でどうでしょうか、音楽聞こえてますでしょうか。音漏れがねどれぐらいしてるかなんですけど、もしすごく音漏れしてればこのマイクと同じぐらいの音量だと思うので、まあ、聞こえてる音だからもっと実際はちっちゃいかもしれないですけど、音漏れすごくしてればマイクも今音楽を拾ってるはずです。どうだろう、自分じゃねよく分かんないんですよね。音楽がすごく聞こえてるってのは分かるんだけど、一応ねこの状態で音を一番でかくします。これはさすがに聞こえますよね多分。でもこの音でも、まあ、バイクの音はうるさいですけどね、バイクの音は今聞こえてます。で今ね聞いてるのが最大の音です。最大の音量で聞いてるんですが、これだとあの自分自身ね音がでかすぎるので、ちょうどいい大きさに変えてみます。これぐらいがちょうどよくって、やっぱ3分の1ぐらいですかね、音量としては3分の1ぐらいが、まあ、ちょうどよく聞こえるかなという感じです。あの音楽もよく聞こえるし、自分の声も聞こえるし、周りの環境音もよく聞こえるという状態です。今ペグの音も聞こえました。これだと多分ね音漏れってしてないんじゃないかな、多分マイクも音を拾ってないんじゃないかなと思います。で今はねあのこうやって音楽聴いてましたけど、例えば YouTube ちょっと自分のチャンネルで恐縮なんですが、ちょっと音を大きめにしてみますね。一番だけ大したね、本物と俺が持ってるのはあまり座り心地は変わらないよね。値段は多分4倍とか、もう完璧にね動画はよく音が聞こえる状態ですが、どうでしょう、周りに音が聞こえてないんじゃないかなと思います。音漏れがしてないというか、これぐらいだと多分ね自然の音にかき消されて、迷惑にならない音量じゃないかなと思います。まあ、これですね、音を最大にしてしまうとこんな感じで音漏れします。この趣旨としては、周りにね迷惑かけたくない、周りに音を、ね、漏らしたくないということで、このメガネを使うということになりますので、まあ、動画を見ると考えるとですね、これぐらいの音量がいいのかなと思います。半分ぐらいかな、半分よりちょっと上ぐらいが、動画を見るにはちょっと聞きやすい音量なのかなと思います。でもこれだったら多分音漏れってそんなしてないと思います。でも自分自身はもうしっかり動画を見れる音量をキープできているので、まあ本当にそのなんて言うんだろう、周りを気にせず周りに気兼ねなくこう音楽楽しんだりとか、あと動画を見たりとかっていうのが可能になるなという感じがします。でさっき音漏れだとやっぱりね音質が良くないような感じがしましたけど、実際つけるとね
まあ、さすがにローは効かないんですが、かなりクリアな音質だと思います。で今回はですね、キャンプ場で、まあ迷惑かけないようにということで、そういう趣旨で、この動画をお送りしてるんですけども、そうですね、例えばキャンプ場じゃなかったとしても登山とか、あと、自転車もいいでしょうね。自転車も、イヤホンつけて乗るのはやっぱり違法だったりとかするので、自転車乗りながらっていうのもいいかなと思います。サングラスかけてね、自転車乗るって方も多分多いと思います。僕もねサングラス買ったんですよ。なんていうの、こう漕いでると目の中どんどんねゴミとか入ってくるんですよね。だからそれを回避するためにサングラス買ったんですが、まあ、メガネでもね全然問題ないので、まあ、これであれば、音楽も聴ける、目も守れるっていう感じでいいんじゃないかなと思います。そしてこのレンズなんですが、レンズはね変えることができます。これはブルーライトカットのレンズだったかな、なんですが、例えばメガネ屋さんに行って、これ持ってってですねレンズ変えてくださいっていう話をすれば、度付きのレンズに変えるとか色付きのレンズに変えるってことも可能なので、度付きのメガネとして使うこともできますし、サングラスとして使うこともできますし、本来の目的であるこの音ですね、音を周りに気兼ねなく、聞くためのツールとして、使うということもできます。僕ね昔はメガネかけてたんですけど、今ねご存知の通りかけてないんですよ、レーシックの手術したから。でそのねメガネをかけ慣れてない人からするとちょっとね締め付けが強いかも、まあ、これも慣れなのかもしれないですけどね、現時点ではですね、つけ続けて慣れる必要があるなというのをちょっと感じます。まあ重さとしてはねそんな重たくないんですよ。まあ普通のメガネと比べたらやっぱ重たいのかな、ちょっと重たいんだと思うんですけど、そんなすっごい重たいってわけではないので、この締め付けですね、締め付けに慣れさえすれば、うん、快適なんじゃないかなと思います。もう一つね悪いところっつったらあれなんですけど、これね海外製なんですよ。確か海外製だからだと思うんですけど、僕はね純日本人なので鼻がね高くないんですよね。鼻が高くないからどうしてもねこうずり下がってくるというか、こういう風になっちゃったりとかしてたんですよ。なので100均でこういうの買いました。メガネがずり落ちないようにするノーズパッドクッション、こういうの買いまして、それをねこのメガネにつけてます。ここね、ここにつけてるんですが、これがないとメガネがすごいずり落ちてたんですよね。まあ、これつけちゃえばですねあんまりずれることもないのかなと思います。最初はねかなりずれてどうしようと思ってたんですけど、これ100円で買えるんですが、これをつければまあずれはかなり軽減できてるかな、まあ普通のメガネぐらいですね、普通のメガネぐらいに、軽減できたんじゃないかなという感じがします。まあ悪いところといえばですね、その2つぐらいかな。1個は、ノーズパッドクッションがないとメガネがずり落ちてくる。でもう一つは、メガネに慣れてないのでどうしてもちょっと締め付けを感じてしまう、その辺があるんですけど、まあ、実際キャンプの夜って結構暇じゃないですか。焚き火とかしてたりとか何かしてたら別に暇はないんですけど、ふとした時に暇になったりとか、あこれから何しようとか、例えば夜8時9時とかになって、あ何しようみたいなことになった時に、結構ね僕は映画見る派なんですよね。家だと子供がいたりとか、そうですね、奥さんと趣味が合わなくて見れない映画とかアニメとかを、キャンプの時にこっそり見たりとかするんですけど、まあ、映画とか見る時とかもですね、音量とか結構気にしながら見てたりとかしてたんですけども、まあ、これ使えばですね、音量は自分がちゃんと聞こえながらも周りの環境音も聞こえて、他の人の迷惑にもならないぐらいの音量っていうのが、実現できますので、これはね結構面白いなと思う。ちょっとね値段はお高めではあるんですけど、結構面白い使い方ができるんじゃないかなと思います。例えば、グルキャン、僕らで言えばオジキャンとかですね結構やったりしますけど、オジキャンとかしながらね自分はこっそり BGM 流しながら、キャンプしてるとかってこともできるんじゃないかなという感じがしますね。 YouTube とか見るとバックグラウンド再生しようと思ったら多分なんかプレミアムみたいなのに入らないといけないと思うんですが、まあ、音楽を聴くだけだったら Spotify とかね、ああいうバックグラウンドで再生できるような
ものであればもうずっとあのスマホをポケットの中に入れたまんま流しっぱなしっていうこともできますんで、まあ、もちろんソロキャンプでもねあの効果というか役に立ってくれるものだと思うんですけど、やっぱりグルキャンとかねそういう時も良さそうですね。なので今後はですね、もし僕がこのメガネかけてたら、あこいつなんか聞いてんなって思ってもらえればあのいいかなと思います。今度はですね、どれぐらい Bluetooth が届くかっていうのをやってみましょうか。今音楽流してます。途中の木とかですね、障害物があると、遠くになればなるほど、音がブツブツ鳴ってましたが、20-30m ぐらいであったらね、全然届きますね。 Bluetooth としてもなかなか優秀なんじゃないでしょうか。ということで今回はメガネ型の Bluetooth スピーカーファウナ、こちらをご紹介してみました。今またですね、これで音楽を流してますけども、多分ね、外には聞こえないと思いますので、キャンプ場だったり、登山、サイクリング、いろんなね、アウトドアシーンで音楽を楽しみながら、何かをしたいという方にはですね、周りを気にせずにですね、いろいろな音を楽しむことができる、なかなか画期的なメガネなんじゃないかなと思います。まあ、メガネもね、何種類かありまして、僕はね、これを選びました。これが一番好きだったんで、これを選んだんですけども、何種類かね、種類がありましたので、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひね、そちらの方も見てみてください。それでは。